本日より一週間限定。平野耀さんが原宿駅構内の屋外広告に出現。デジタルハリウッド大学、原宿、あのファッションのメッカ、若者の聖地、そして今や新たなるエールの場所、街全体が一週間限定の魔法に包まれました。渋谷ジャックの反響を受け、原宿駅構内にも驚くべき姿が現れたのです。 駅の中を歩けば、目を引くのはそこに立つ巨大な広告。その中心には平野潮さんの笑顔が輝いています。彼の周りには、みんなを生きるな、自分を生きようというメッセージが大胆に掲げられています。これは単なる広告ではありません。これは一種の宣言です。自分らしく生きることの大切さを訴える、鮮やかなルエールなのです。この広告は、通りがかる人々の心に何かを残すことでしょう。 でも、それだけではありません。この魅力的な光景は、一人一人の選択に悩む人々にも届くことを願っています。自分らしく生きるということ、時には大きな決断を下ろすことが難しい時もあるでしょう。けれど、その決断が自分の人生にとって意味を持つこと、それを知ることは重要です。私もその一人です。数年前、大きな決断を迫られた時、どうすればいいのかわからずに迷っていました。 その時、私の周りにはそんなメッセージはありませんでした。しかし、もし当時このような広告があったならば、もしかしたら違った選択をしていたかもしれません。それは私だけでなく、多くの人々にとっても同じことが言えるでしょう。平野潮さんのような有名人が、ただ広告党としてではなく、メッセージを発信する存在として活躍することは、大きな意味があります。彼らの影響力は広範囲に及び、 多くの人々の心に響くことができるのです。それが彼らが持つ責任でもあります。一方で、このような広告が街に現れることで、どのような影響があるのでしょうか。若者たちにとって、原宿は自由な発想や個性を表現する場所です。彼らにとって、平野志洋さんのメッセージはどのように受け止められるのでしょうか。自分らしく生きるという言葉は、彼らにとっても重要な意味を持つのかもしれません。また、 地方から原宿に来る人々にとっても、この広告は特別な意味を持ちます。地方に住む人々にとって、原宿は憧れの場所であり、その街に自分の姿があることは、喜びと共に希望を与えるものです。彼らが原宿に行くことは難しいかもしれませんが、その存在を知ることで、少しでも元気をもらえるでしょう。こうした広告の効果は一時的なものかもしれません。 しかし、そのメッセージは人々の心に残り、彼らの選択に影響を与えるかもしれません。そして、その影響は広がっていくことでしょう。誰かの背中を押して、自分らしく生きる勇気を与えることができれば、それは素晴らしいことです。そう、この広告はただの広告ではありません。それは一種のエールなのです。自分らしく生きることの大切さを伝える、私たち一人一人に対する温かなメッセージです。 そして、それはこの街の空気に深く溶け込み、私たちの心に届くのです。原宿の街に平野潮さんの笑顔が輝く限り、私たちは自分らしく生きることの大切さを忘れることはありません。それはただの広告の一枚ではなく、私たちにとっての大切なメッセージなのです。あなたは自分らしく生きることの意味を考えたことがありますかこの広告があなたの心に与える影響は何でしょうか 原宿の街に行ったことがある方は、その広告を見たときどんな気持ちになりましたか自分らしく生きる勇気を持つことは、どんな人生においても重要なことだと思いませんか考えてみてください。そして、あなたの心の中にある答えを見つけてみてください。